たら、今度は周りのね肌色ですね、肌色を塗っていきたいと思います。こういう感じ、ギリギリ残す、ギリギリ残す感じで、ギリギリ残す感じです。こうです。わかります？ギリギリ残ってるのね。このギリギリを攻めます。まあ、難しいっちゃ難しいですけど、でもあの線描くに比べたらまだ僕は楽かなという、確実度は高いかなという気はするんですけど、やっぱりあの、まあ、多少ね精度のいい筆というか、先が細いというかね、先が針のように尖るこのウィンザーニュートンじゃないとこれはなかなかできないんですけど、ここの筆ならきっと割と誰でもできると思うんです。こうですね。わずかに残るようにお周りを攻めていくと。はい、こんな感じですね。はい、黒い縁ができました。ちょっと下の縁がね濃すぎるかな、ちょっと下の縁が濃すぎるかなと思うんで、ちょっと薄めたねアレホを塗って修正しましょう。薄い目のね重ねて茶色を弱くしてあげます。はい、こんな感じですね。ちょっと白目に入っちゃいましたけど、まあまあ、まあ、ちょっと修正しておきます。はい、修正。